短い間にいろいろなことが起こったのでアップロード。こちらは埼玉県警察本部交通機動隊。最近手前に黄金ホイールのインプレッサパトカーが置かれています。見るたびにかっこいいなと思います。どうせならこっち側を向いていてほしい。前方に白バイもこの警察本部から出動します。と思っていたら信号主の車を発見です。白バイの姿はなし。交通量が激しい道路なのでかなり先で停車する感じですかね。続いてフェラーリ輸送中の赤いトレーラー。結構小さく見えます。値段は小さくないですけど。